おはようございます。21年の、3月です。ハドソンヤード、ベセルズのところにね、来てみました。まあ、非常に天気も良くてね、心地いい感じもあるので、ちょっと一周、ハドソンヤード、回ってみようかなとね、思います。とりあえずね、ここ中心にと、まあ、ここね、何度も来てますけれども、まあ常にね、日々様子が変わる、ニューヨーク地区でもありますと。あ、これね、今これエクササイズ、車輪子に乗ってのエクササイズやってますね。と、いうところで、ワンダーニューヨーク、まあニューヨークをうろうろするみたいなね、そういう意味合いのワンダー、まあ様々な角度で、まあ、ニューヨークをね、ご紹介してます。まあ歴史背景とかも含めて、まあ知られざるであったりとかね、ニューヨークを知ると、まあなんとなく世界の動きだったりとか、まあ流行もしかり、まあいろいろな物事のね、見方とか考え方、時代のね、流れもね、感じられるのではないかなというふうにね、思ってます。というようなところで、ご興味ありましたら登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日早速行ってみましょう。これ今お昼ちょっと手前っていう、あ、手前じゃないや、お昼ちょい過ぎっていう感じです。こういう感じでね、まあ、皆さん、ハドソンヤードの背景に、ベッドの背景に、写真を撮っていますよ。
もありがとうございました。長々とねした感じでしたけれども、まあニューヨークのね、まあ最新情報であったりとか、まあこのコロナ禍のところもね合わせます。まあ過去1年ずっとね映像も撮りながら、街の様子をねお届けしながら、まあ大統領選だったりとかね、まあワクチンのことだったりとかね、いろいろとね、ご紹介もしております。まあ過去のね動画で、まあ200以上上げてますので、まあもしねご興味ありましたら、そちらの方も、URL ね、一応下の方にね貼っときますので、これからもね新しい、時代、新しいニューヨークがねどういう風にね動いていくかということも皆さんにねご紹介できたらかなともね思っております。というようなところでチャンネル登録よろしくお願いいたします。またね次回お会いできるのを楽しみにしております。それではまた。